日本とロシアの首脳が北方領土交渉の加速で合意しました。で、会談では安倍総理が来年のソチオリンピックの成功を祈るという演出でスキー板とウェアを贈呈します。で、一方のプーチン大統領は日露通行条約が結ばれました1855年の年代物のワインをその場で振る舞いまして友好ムードも高まりました。しかし領土をめぐる交渉は依然として厳しい情勢です。首脳の決断なしにはこの問題は解決をしません。この信頼をもとにですね、私とプーチン大統領が共にしっかりと取り組んでいきたいと思います。Это, конечно, не значит, что мы завтра уже все решим, если 67-68 лет проблема не была решена. Но, во всяком случае, мы продолжим работу над этим сложным, но таким важным для обеих сторон вопросом. 今回の首脳会談では、領土問題のほかにも、両国の外務・防衛閣僚会議を設置し、安全保障面での連携を強化することや、極東・東シベリアに眠るエネルギー資源を共同開発することなど、経済面の関係を深めることでも合意を見ました。いずれも領土問題解決に向けた環境整備の役割も期待されています。日露間に横たわる領土問題の解決に向けスタートラインに立つことはできました。ただ双方受け入れ可能な案とはどういうものなのか、今後どう進めるのかは依然不透明で、両首脳は重い責任を背負うことになります。